どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは幕張ベイパークのイオンスタイルでございます。現在朝9時10分でございます。こちらのイオンスタイル幕張ベイパークですが、スーパーマーケット部分は朝の9時から営業をしております。今回は幕張ベイパーク3棟目のミッドスクエアタワーモデルルーム再訪問でございます。11時に予約をしておりまして、それ前ですね、まだ時間がございますので、イオンスタイルで朝食を買いまして、一旦海浜幕張店へ向かいます。再訪問していきたいと思います。行ってきます。全くの余談ではあるんですけど、余談というかもう私がいつも来るたび思ってることなんですけども、幕張ベイパーク、この重工棟の間に大きい公園があるっていうのがですね、大きな強みになってくるんですけども、ここの車道いらなくないですかね。これ住民の方も使う機会は少ないと思うんですよね。幕張ベイパークは4面接道してて、その外側の道がしっかりとしてますので、この道ってなくてもあんま困らないんですよね。まあもうちょっと使っている方がいたら申し訳ないですけど、私の勝手な意見なんですけど、だからこの車道を廃止して、もうここも全面公園と一体化させちゃうべきですね。まあこのままにするか、もしくはもう公園を引っ張ってくるかで、両サイドの車道を廃止して公園を拡張、もしくはここを、まあここを歩行者自転車みたいに分けるかみたいな、そうすることでこの住戸住む方がですね、お子様がもうエントランス出たらもうこの車道心配することなく、もう全部が公園ですよと。タワーが、まあ、1個はシニアレジデンスになりますけども、エントランスを出たらもう真ん前はドカーンと全部公園です。の方が良くないですか。そんなに使わない車道だったら、私ごときが何を言っても変わらないでしょうけども、住民の方が声を上げればですね、自治体で BPAM がありますので、そこで声を上げればですね、きっと変わるんじゃないかと。だって住民の方が使わないんですもん。で、外部の方もなくても困んないんですもん。そういうわがままって白紙からできる街だからこそ言えることなので、これがもともとあったんだったら、おめえ何言ってんだ新参者がってなりますけども、ここはみんなが新参者なので、そういうわがままができちゃう街なので、なんかもっともっとよくできると思うんですよね。なので、まあ、あくまでこれ私の思うところですけども、もうこの車道は廃止して全面公園にしちゃいましょう。ガーッと、もう歩行者専用、もしくはまあ自転車、そうすることで、だってエントランス出てもう車道なしで全部公園だったらやばくないですか。そんな街なかないじゃないですか。そういう風に他じゃできないよねっていう、もう道路廃止なんて絶対できないよねっていう世界まで、なんか幕張ベイパークには持ってってほしいななんて思っちゃいますね。まあこれはもう行政だったりとか警察とか等々なんでくる話ではありますけども、あとはあのベイパークのイオンスタイルのところのスカイグランド側に横断歩道も、あれは設置した方がいいと思います。あれはそんなに難しいことではないのかなと思うんで、あれは早々にやった方がいいんじゃないかなと。ミッドも販売してますからね。なんかこういうことが私も誰にも気を使わずに言えちゃうっていうのが、やっぱり白紙から描ける街ってそこですよね。まあ晴海フラッグとかもそうですけども、住む人たちのわがままをこの新参者がって打ち消すものがないので、今後の幕張ベイパークの進化にもですね、より期待していきたいなと思います。このシャドウなくして全部公園にしちゃいましょう。そしたら幕張ベイパークワンランクツーランク伸びます。はい、見学をしてまいりました。ここからラジオ感覚で聞いていただければ幸いでございます。まず販売スケジュールですが、予定通り来年の1月から販売開始となります。年内は20日まで営業しているとのことですが、新規のですね、枠を設定するかどうかに関してはまだ協議中とのことです。というのもですね、モデルルーム見学したいっていう人を全員案内しきれていない状態となっております。なかなかの人気マンションという中で、まあ、モデルルームもですね、
来場人数を、まあ、若干絞ったままかなと思いますので、見学もですねよりしにくい状況となっているということで、まあすでに見学して買う気満々の方からするとですね、もうこれ以上新規呼ばないでくれっていうところかと思いますけども、まだまだ見学したい人もいるっていうところで、なかなか難しいところなのかなと思いますね。売り主としてもどうするかっていうところでございます。ただ販売のスケジュール自体はもう確定をしております。あとは新規来場の枠を増やすか増やさないかっていうところです。ただすでに見学済みの方にもですね嬉しい情報がございます。まあすでに案内受けてる方もいらっしゃるかと思いますが、供給重工大幅増でございますよ。いやこれですよ、これをパクター勝ち時とかハルミフラッグでもやってほしかったという、まあもちろんマンパワーの関係もあるので営業さんの事務作業とか追いつかないとかですね、そういった問題もあるのでなかなか供給個数を増やすっていうのは容易ではないんですけども、まあ、単純計算でしかないですが、供給個数を増やせばですね倍率はですね低くなりますので、まあもちろん次の販売期はなかなか選べる中間が少なくなってしまうんですけども、直近の販売期っていうところで言えば多く出した方がですね買える可能性が高まるっていう中で、今回もう20回ぐらいまで落としてきました。最初はもう上の方しか出さんよ、広い部屋しか出さんよっていうところで、広い部屋しか出さんよっていうところは変わってないんですけども、下の方、まあ下って言っても低層階はまだですけども、最初の方ではですね出さないかもって言っていた20回ぐらい前ですね販売対象としてくれます。なので私前回行った時、その後ご連絡いただいて、なんかもう希望してる部屋10倍ぐらいになっちゃうじゃないかみたいな話だったんですけど、もっとばらけそうです。まあ、もちろん新規の枠をさらに増やしたとわかんないですけども、現状でいけばそこまでの倍率はつかなそうです。それは供給個数を大幅増してくれたからというところでございます。いやーこれは本当にありがたいですね。で価格に関してはもう変わらずでございます。上の方の販売になるので全体の平均は多分230ぐらいなんじゃないかなと思うんですけども、第1期としてはまあ250弱ぐらいにはなるんじゃないかなっていうところです。角とかいい部屋も出しますので、平均の全体の坪単価よりかは第1期は上がるかなっていうところです。ただ条件いい部屋から出しますので、あのマンション内でもいい部屋が欲しいっていう方は第1期チャレンジした方がいいと思います。そして管理費でございます。こちらも良かったです。いや今の時代外廊下ではありますけども、各界ゴミ置き場があって24時間有人管理でコンシューズさんがいてっていう中ではかなり抑えめです。ちょっと平米単価ですね計算したのは記事の方で共有をいたしますが、スカイグランドとほとんど同じぐらいです。クロスタワーはどうしてもですねスカイミッドに比べると個数が少ないのでちょっと高いですけども、スカイと同じぐらいっていうところで、まあそのサービスからしたら十分お得感ありますね。管理費ってのは払ってるものに対してどんなサービスを受けられるかっていうところですので、毎日各階に24時間ゴミ捨てられて、そのゴミを毎日下まで持ってってくれるとか、24時間人がいてくれるとか、使うか使わないか分かんないですけどもコンシェルジュさんがいてくれるとか、そういったところを含めて考えるとより納得感の生まれる管理費かと思います。いや非常にいいですね。もう本当にまあ高いとか増えてますので、これ非常にありがたかったです。そして、まあ、少し前から出てましたけども、メニュープランとオプションの方もですね決まりました。そこはもう公式ホームページのエントリー者限定サイトの方にも出ております。オーバーヘッドシャワーだったりおしゃれなものから今時のもの、タッチレス水洗、これキッチン、洗面、トイレ全てできます。もちろん優勝にはなりますけども、オプションが充実しております。食洗機をですね大きいものに変えたりとか、三井のマンションの中でも、まあ、都心物件方ではないですけども非常にですね充実したメニュープラン、そしてオプションとなっております。オーバーヘッドシャワーいいですよ、おしゃれですよ。タッチレスなんかもしたいですね、今時ですよね。
そして駐車場の抽選方式が決まりました。まず 2LDK に関してはですね、いっちゃん最後という形になります。まあ実質もう取れないっていうところですね、余ったらっていうところでございます。で第1期に優先権とかそういうのは残念ながらないです。ただ80平米以上を買えば確実に取れます。しかも優先順位が上の方なので結構希望のところ、例えば屋上が嫌だよっていう方は屋上にならないような優先順位となっております。なので確実に駐車場を取りたいんだ、しかもちょっと屋上とかそういうのは嫌よ、できる限り下の階がいいよとかいう方はですね、80平米以上に行けば OK です。で東向きの80平米でもいいので5500万円前後であっても確実に取れる部屋があります。これ非常にいいですね。なんか7000万とか8000万の部屋だけじゃなくて5500万円ぐらいの部屋でも取れると。で下の方が、東向きの下の方が出てくれば5000万前半ぐらいでも駐車場確保が約束されたですね、部屋がその後出てくるかなと。今回の販売機だと東向きも5500ぐらいしますけども、でもそのぐらいの価格帯でもですね、駐車場を確実に取れるというところで、まあ三井にしては優しいかなってとこですね。まあ本当だったら第一期で買う人には全員つけてあげるべきとは思うんですけども、なので今回はですね、駐車場を取りたいっていう方にもですね結構優しいなと思いました。三井にしてはっていうところでございますが、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間本当にありがとうございます。ありがとうございました。失礼をいたします。